日本じゃないの。だって海の外に変わりないじゃん。ねえ、着いたらまず何する？私カニ弁当で食べる。ひどくないの。すぐ食べることばっかりな。学生時代東京にいたんだ。すると卒業してこちらでお仕事？うん、国がこっちなもんで。じゃあ札幌なんか詳しい？ああ、君たちは初めてかい？一応札幌にホテルだけは予約してあるんだけど、どこ行ったらいいかわかんないの。案内してくれるかな？いいとも。やったー、私川田直子です、よろしく。僕は郷原ひろみ。私、松川聖子です。遅いな。風呂でも入ってるのかな。お待たせ。それじゃお願いします。では行きましょうか。綺麗なの。ねえ、来てよかったね。そう。ホイズミアンビシャスってこれか。そうだよ。有名なんだ。ここが夜のすすきの。にぎやかね。どう？本場の札幌ラーメンの味は。もう感激。どうしたの？口に合わないかい？なんだか胸がいっぱい。もうお腹いっぱいなの。それじゃ腹ごなしに行くか。もっともっと。それ先輩。珍しいっすね。一度に二人もナンパするな。そんなんじゃないよ彼女たちは。いいからいいから。
ノアラさんの高校の後輩、よろしく。かわいい。ちょっと疲れたわ ね、 ね、でも面白かったね、うん、このまま返しちゃうんですか。あ、物にしちゃいましょうよ。無理だよ、相手は二人だし、ホテルもすぐそこだし。任せなさい。今日はどうもありがとうございました。まだ早いんじゃない、コーヒーショップでお茶だ。早く旭川へ立つんでしょ。う、あら、どうしたの。ディスコで水割りを飲みすぎたら、気持ち悪い。しょうがないな、我慢しろよ、俺が送ってやるから。ダメ、もう動けない。私たちの部屋でちょっと休んでたら。いや、悪いよ。いいわよね、ナオコ。うん、すいません、ご迷惑かけて。いいのよ、気にしなくて。気分の悪い時はお互い様なんだから。しょうがないやつだな、あいつは。どうしたの。冷たい水で顔洗ってくる。酔い覚ましにコーラ飲みたいな。いいわよ、今持ってきてあげる。少しは良くなった。解放してるんだろ、彼と気が合うみたいだから。でも心配だから。あら、どこ行っちゃったのかしら。変だな。あっち行ってよ。いや、触らないで。聖子ちゃん。いや先輩、何グズグズしてるんすか。早いとこいただいちゃったら。よかったら手伝いましょうか。結構だよ、ここは僕たちのいるところじゃないよ、出よう。ごめんよ、俊彦があんな強引なやつだとは思わなかったんだ。もう言わないで、騙されて私がバカだったのよ。もう朝だ。ごめんなさい。何が。ナオコみたいにしてあげられなくて。いいんだ、ますます君が好きになったよ。本当。あ、あ、長官です。ありがとう、さようなら。聖子ちゃん、しみじみとひろみさんのことを思い出しています。ひろみさんとホテルのロビーで一夜明かしたことは、私の青春の1ページとしていつまでも忘れることはないでしょう。ひろみさんとの出会いを大切にしたいと思います。あ、お母さん、入ってくるときはノックして。ごめんなさい、お手紙早くあげようと思って。北海道からなのよ。北海道、ひろみさん待ってたんでしょ。やだ、見ないでよ。背景。僕は全然元気ではありません。なぜって、あなたがそばにいないからです。たまらないので飛行機の切符を送ります。その日は僕も休暇を取りました。ぜひ飛んできてください。
愛子ちゃん、ひろみさん、ひろみさん、セクちゃん、幸福駅ってここなの？うん、どうしても君を連れてきたかったんだ。どうして？もちろん二人で幸せになるためさ。綺麗な花。これが浜那須の花だ。ありがとう。ここまでおいでと。やだ、返して。どこ行っちゃったのかしら。ここまでおいで、こっちだよ。ここは誰の家？知らない。勝手に入って叱られるわ。平気だよ、人が住んでるわけでもなさそうだし。それよりこれ欲しくない？してよ。まあそのこういうところじゃ、まあそういうことは、つまりその困るわけじゃ。そこでやる分にはもう構わん。バードウォッチングよりも、まあ、目の保養になっていいんじゃがの。住んではおらんが、ここは野鳥の生態を研究しているわしの仕事場なんじゃ。早く出ましょう。うん、まあそのこれが絶滅に瀕した時のつがいなら大歓迎なんじゃが、人間じゃ珍しくもなんでもないわ。あ、忘れ物だ。まあいいか、綺麗にもらっとこう。どうしても帰るのかい？帰りたくないけど、お母さんに外泊するって言ってこなかったし。あのおっさんさえ出てこなければな。ごめんなさい。でもこれも青春のいい思い出なんじゃない？思い出だけじゃ燃え上がった炎は消せないよ。さあ行かなくちゃ。成功。社会学のレポート徹夜になりそうなの、止めてもらうから心配しないで。え、分かってます。それじゃ。いいのかい、直子さんに断っておかなくて。お母さんが直子さん家に電話したら。平気よ、直子はいつも私がアリバイ作ってやってるんだもん。うまくやってくれるわ。ひろみ、もっと